どういうお店でどうやって選んだらいいんですかね、装備ってっていうのを今日聞きに来ました。おう、これがアディダスですね。これはちょっとダサくないですか。ダサいの。え、いいんですか。こんにちは、ヤンマットですっていう感じですね。今日も元気に撮影していこうと思うんですけれども、例によってヤシオファクトリーに来ております。お疲れ様。もう疲れ切ってますよ。いや、まあこの前に1本撮ってるわけですけど、 K4GP に出るということで、うん、運転の方でいろいろアドバイスをもらったわけで、まあそれ概要欄にあるんで見てほしいんですけど、うん、それとは別で装備ちょっとね見てほしいものがあるんですけど、うん、まあ一応ねヘルメットは間に合わなくて二輪メットっていうのは僕別の動画で出したんですけど、うんうんうん、まあレーシングスーツも着てるんですよ、うん、ただね靴が普通のスニーカーしかないんですよ今、うん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 、ジャフ線じゃないんで、うん、正直長袖長ズボン、うん、二輪メットでも大丈夫なんですけど、うん、レーシングシューズぐらいは買おうかなと思いまして、うん、そうだね、まあ、レーシングシューズを履くとやっぱりその底が薄いから、なんかこうリニアに足の裏にこう伝わるものがあるんで、シューズは買った方がいいんじゃないの。そうなんですよ、買おうかなと思ったんですけど、うん、じゃあどこで買うのっていうのが普通の靴屋さんには売ってないじゃないですか、うんうんうん、じゃあネット通販で買おうとかってなった時に、うん、微妙にサイズとか、うん、その選び方みたいなの分かんないなと思って、うんうんうん、で僕って足が幅広の高高、なんでレーシングシューズとかってシッてしてるじゃないですか。そうだね、ああいうのだと外すと本当に履けないんで、うん、25.5 とか26とかで選んでも多分ダメだなと思って、うん、じゃあどういうお店でどうやって選んだらいいんですかね装備ってっていうのを今日聞きに来ました。26なの？ 25.5 から6.5 の間ぐらいですね。メーカーとかによって多少変わりますけど、そこにちょっとその赤いのと、はい、ほい、これが、はい、26.5 ですね、JP。これ履いてみて。はい。おう、これがアディダスですね。これはアディダス。これは FIA 公認ね。なるほど。レーシングシューズデビュー、まさかこの瞬間に訪れると思わなかった。なんか意外と今履いたら、あれピッタシかもぐらいの。これは結構プロモデル。そうですね。こんな感じになりました。おお、かっこいい。かっこいいでしょ、それ。かっこいいですね、これ。これ意外と高いもん。へえ、グラデーションになってる。すごい突然電話かけますね、うん、ただいま電話、うん、車谷に貸してるやつもあれはプーマなんだよ。へえ、これはアディダスですね。これはアディダスです。プーマで黄緑のエンドレスの紺色に黄緑のがあるな。あー、明るい色ってことですね。そうそうそう、履いてみて思いましたけど本当に薄いんですね、ソール。うん、裸足ぐらいの感覚。そうそう、意外とアディダスの靴って僕結構、まあ、これ自分履いてきたのもアディダスなんですけど、うん、ここ狭いイメージあったんですけど、うん、これ 6.5 で履いてもそんなに狭さ感じないですね、うん、むしろジャストフィットぐらい、うん、つま先がちょっとだけ余ってるけどかかと固定されてるから全然平気、うん、カート用ってほら FIA 関係ないじゃん。はい、カート用だと1万ちょっと買えるんだよね。あ、そうなんですね。そんなもん、1万ちょっとじゃない、カート用だ、これは確か4万ぐらいしたと思う。おお、いいお値段で。だいたいその靴のサイズはアディダスならアディダスと変わんないし、プーマならプーマと変わんないし。なるほど、うん、いやなんかてっきりここの幅だったりとか、うん、ここの高さとかは結構種類があるのかなって思ってたんですけど、うん、なんか普通にじゃあアディダスの靴持ってるんだったらそのサイズで選べばいけちゃう、いけちゃうと思うよ。へえ、うん、じゃあなんか別にそれ貸してあげるよ。え、貸してあげるよ。それマジで言ってるんですか。うん、だからその黄緑の方が俺いいかなと思って今車谷に電話したんだけど、あのバカ出ないから電話出ないだけでバカにしないであげてくださいよ。これでもあれなんですね、靴もこのかかとのとこが丸くなってるんですね、レーシングシューズって。これドライビングシューズってこういう風に後ろなってるじゃん。はいはいはい、ここがこういうことですよね。そう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 、あれドライビングシューズで結構あるよね、ローファーっぽい。ああ、ありますね、革靴っぽいやつ、うん、そうそう、はい、あれ必ずここがこうなってるじゃん、かかとが丸く、そうそうそう、滑らないようにね。普通のスニーカーだとこうなっちゃいますよね、うん、こうならないで丸い方がっていうことですね、うん。ちょっとじゃあこれヘルメットとかってさ、はい、その人の顔じゃん。そうですね、ヘルメットには俺は金がかける。うん、まあプロドライバーみんなそうだと思うけど、はい、ヘルメットはやっぱりいいものをかぶきたいなと。おー、かっこいい。これこの間かぶってたオニオスもね。そうそう、いい色してるっすね。結構いいでしょこれ。はい、これ意外と昼間外でやっとピンクに見えるんでね、今こう中だとこう紫っぽい、紫っぽい、うん、シールも作ったもん、バイザーのこれシールも作った、ヤシオファクトリー。そうそう、これつけてるのとつけてないのではプロと素人の差が出ちゃう。なるほど、ここがただのシールドだけだと。そうそうそう、どんなにカラーリングしてもここがシールを貼ってない人は、うん、あ、君素人そんなにこんな角度で見なくても。これがもうじゃあもう僕今度出るときに貼るんでください、売ってください
これはもうハンスも対応の、これは GP6 っていうタイプなんで、はい、一番高いやつ。ちなみにプロドライバーでも GP6 かぶってる人少ないからね。あ、そうなんですか。うん、 GP6S の方が多いね。へえ。 NT さんも 6S じゃないイニシャルトークの NT さん。そうそう、車用のヘルメットって二輪用と違ってここの目のところが狭いんですよね。そうだね。バイクはもっとこの鼻が出るぐらいありますけど、うん、必要ないからね。そうですよね、うん、その分覆ってた方が火が出た時に安全ということで。うん、あれは持ってんの、あのフェイスマスク。フェイスマスクはバラなんとかスパルコのやつ買いました。バラクラバ。バラクラバ、はい、うん、K4GP って FIA 規定っていうか、まあ、JAF 線じゃないからそういうのいらないじゃないですか、うん、っていうのでレーシングスーツすら暑いから布つなぎで出る人結構いるんですって。はい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 。っていうので僕もなんか今回スパルコの冷感のフェイスマスク買いましたね、うん、グローブはドリフトの時に使ってるこの FET のやつ、うん、でまあ普通にいいかなという感じで揃えております。でインナーとかはドリフトよろしく、ガチガチの耐熱のインナー靴下まで用意しなくていいので、うん、8月の11日って暑いんだ。16日って16日は結構暑いみたいですね。あのクールスーツとか、はい、いろいろあるけど、うん、俺がいつもやってるのは、うん、セブンイレブンにアクエリアスとか多いお茶とかの凍ってるやつあるじゃん。ああ、ありますね、冷凍庫のとこに入ってるやつ。そうそうそう、はい、あれを買ってきてスタート前にここに入れるの、首の後ろに。あ、ここっすか。そう、へ、首の後ろを冷やしとくとあれ結構持つよ。本当ですか。全然持つ。だって俺去年岡山国際行った時、あれ多分7月とかってすげえ暑い時だったと思うけど、はい、10周ぐらいのレースだったけど帰ってきて3分の1ぐらいしか溶けてなかったけどね。へえ、そんな持つんですね。持つ持つ。しかもやっぱここを冷やしとくと頭がすっきりする。頭寒足熱じゃないけど、そう、はい、集中力ってさ大事なんだよ。でやっぱ暑いとなんかもう嫌になってくるでしょ。ボーっとしてきますし。そうそうそう、はい、それがないんで GT なんかの時ってさ、スタートドライバーはさ、スタート前にさこう整列してさいろいろやるやん。グリップとか。あの時暑いんだよ。暑くてしょうがないからスタートドライバーの時って俺中に入ってんもんね。そうっすね。でクルスーツつけてビュン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 回してるもん、はい、涼しいから。でスタート前に氷また新しくしてもらって、うんうん、そういうことをしてたけど、とにかく頭がすっきりしてると判断力もいいんで、うん、ここにねあれをぶち込んどくのはすごくいいよ。ちょっとやろう。でそれって別にケチるわけじゃないですけど、うん、家でこうペットボトル普通に凍らして持ってって、うん、クーラー持ってって、うん、現地ででもいいし、ね、そうそうそう。なるほど、うん、つまり氷のここに。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。で普通のほら氷のとかだと、はい、すぐにぬるくなっちゃうけど、うん、あれはほら凍ってるから、はい、結構持つね。そうなんすね。だって普通に真夏のレースってさ車なんか50度とか、うん、そういう温度なわけじゃないですか、うん、でもそんだけ走ってて持つんですね。そう、あの車は鉄板むき出し。むき出しです。ああ、じゃあ暑いね、はい、俺の2号機なんかも鉄板むき出しだし窓開かないから。おお、めっちゃ暑いから窓開かないで思い出したんですけど、うん、今朝ヤシオに来るのに、うん、車ガチャッつって開けたらすっげえ暑くて、で窓開けてこうやってやると冷えるじゃないですか、うん、もう分かってると思うんですけど、うん、パワーウィンドウ開かなくなっちゃってあ、どうしようっつって朝家でスイッチこんなになってまして動かねえっつって。イタシャ最近僕に牙向いてきてるんですよねまあイタシャはそういうもんだよね俺のパンダはもう、はい、あのあれが壊れちゃってガラスがガラスが壊れちゃっていや開けるとさガコーンとかやってずれちゃってから、うん、いやいや開けた止めてる。もうやっぱそういうもんなんですね。ウィンドレギュレーター頼まなきゃいけねえしガーニッシュはどっか落っこっちゃうし、クラッチレリーズ直す動画撮ったんですよ、うん、でまあ普通に交換終わって、あ、やったねーつって言って、でその日の帰りにテールランプもげてでテールランプ直したんですよ。したら今度クラッチマスターもダメみたいでクラッチペダル途中が止まっちゃってでマスター今注文してるんですけど、その時にウィンドウ開かなくなって、もうこの夏散々いやでもありがとうございます、うん、これグローブはスタート前にこう濡らした方がいい。ああ言いますよね、うん、これ濡らすと滑り止めになるんですか、うん、そうそうそう、うん、そんなにドリフトと違ったハンドルってがっちり持ってないけどレース出るときって、うん、でもやっぱ滑るのは嫌なんで。濡らすっていうのは結露したペットボトルこうやってするとかそういうレベルの濡れ方ですか、うん、ちょっと短くない。そうですかね。ちょっとダサくないそれ短くいやもうダサいダサいっすよ。だってそんないいやつじゃないもんそれ短すぎだろ。手首ぐらいですね。おこれは、あ、これも FET なんですね。こちら、出てきました今。フィッティングに送ってきたやつだから、あげるよ。え、いいんですか。よ、おイエローになりました。このぐらいのがかっこよくね、その長くしたら。そうですね、同じ FET ですけど、こんだけ長さ違いますからね。そうだね。いいんですか。うん、いいよ。これあれノメックス
これノメックスじゃないよな。ノメックスというのは FIA 製はノメックスだから何年ということですか。そうそうそう、はい、これとかは書いてあるでしょ。はいはい、これ FIA って書いてあるでしょ。これにぼったくられてるんだよFIA ってのが悪いやつだから。これね、映ってますね、 FIA ですね。これ岡村さんのアディダスのグローブですね。いや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 、いただいちゃっていいんですかこれ。うん、ありがとうございます。靴は借りるわ、これはもらうわ。なんか普通に靴とか ABC マート行って買うとかってなると、うん、まあ試着して買うじゃないですか。これで試着できるお店ってあるんですかね。あるにはあるよ。あるにはある。うん、今もうあれないの、リールレーシングって御殿場に。ああ、お名前は聞きますけどね。富士スピードウェイの勝俣がやってるレストランにも置いてあるでしょ。今は名前変わってクレーンズですかね。そうそうそう、はい、あそこにも置いてあるし、うん、昔はなんか轟きのあたりに趣味の店があったよね。轟き、うん、って世田谷の轟き。そうそうそう、轟きにあった昔。そうなんですね、うん、レーシングメイトとか割とそういうお店をこう探して行って、うん、まあ確かめて買うか買わないか決めるみたいな。そうだね。なんかあのバイクとかだと結構普段からグローブとかするからだと思うんですけど、うん、オートバックス的なあのナップスとか二輪管とかで結構いろいろ売ってますけど、うん、車だとまあオートバックス行ってもイエローハット行ってもないじゃないですか。ないよね、こういうのは、うん、ないと思う。車っていう括りの中でのレーシングっていう部分ってものすごくちっちゃい部分だから、はい、なかなかそういうものを全部置いてあるところってないよね。うん、まあでもそういう道具を揃えるとテンションも上がりますもんね。うん、あんまり安物は買わない方がいいな。というとやっぱ安物はダメだよ。ああ、安かった、せめて中ぐらいの位置の部分を買った方がいいと。グローブってさ、さっきの店ってそれ外縫いでしょ。モトクロスターも外縫いなんだけど、縫い目が外に来てるわけ、こうやって。まあ汚いっちゃ汚いんだこれ。まあ毛張って見えるよ、ね、これなぜ外縫いにするかっていうと、指を動かした時に中縫いでこの縫い目が中に入ってると硬くなるわけ。はあ、なるほど。その厚みの分だけ。そう、だから指をこう曲げるのに抵抗になるわけ。うんうんうん、だからこれわざと外縫いにしてるわけ。はあ、逃がしてるわけね、硬くなるの。モトクロスターなんてのはこうやってクラッチを全部使うから、はい、だから基本的に全部外縫いなわけ。そうなんですね。四、うん、輪もやっぱり指向が高いものに限ってどん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 こう外縫いになってくる。へえ、やっぱ外縫いのグローブを使っちゃうとこれに慣れちゃう。こっちがってなるんですね。お前、あの緑のレーシングシューズどこにあんの？レーシングシューズはもうお前あれだろ、車の中入れっぱなしだろ、だらしねえからじゃないのかなって思ってはいますね。俺あれで走れなかったんで、ここにありますって言える自信も正直ないレベルですね。だらしないってどういうことだ？それを一回いただいた時に、いきなり履いたことない靴で持ってサーキット全開走るなんて怖すぎるから、一回街中で乗ってみようと思って履いたことがあるんですよ。で、前に言ったと思うんですけど、俺ヒールアンドトゥーってかかとで俺できないんで、小指で持ってブレーキ踏みながら小指のところで持ってアクセル煽るようなやり方をしてたんで、それで乗ったら、あのペダルとペダルの間に足が挟まって、あの街中で事故りそうになったことがあって。で、どこにあるんだよ、それは。探します。それちょっと持ってこいお前。あ、わかりました。超バタバタしてるけど。余計なこと言わなくていいんだよ、撮影中だから。いや、向こうはわかんないですよ、撮影中かどうか。撮影中なんですか。撮影中だよ、だからいい。さっさと持ってこいよお前だらしねえな。はい、だらしないんだあいつは。ヒールトゥーがね、かかとでできないとかね、もうそういうこと言ってる時点でもうね、おしまいレーシングシューズって履かなきゃいけないもんなんだから。そうっすよね、ルール上ですからね。ジャフセンとかはね、ジャフセンとかも絶対これ履かなきゃいけないんだから。装備は良すぎるってことないから、はい、もしもの時に使うんだから。命を守るためのものですからね。動画見てる人がどれぐらい知ってるか分かんないですけど、さっきちょろっと言ったけど、インナーレースの映像とか脱いでるの見るから分かると思うんですけど、うん、下のこのタイツの下に靴下までルールありますからね。そう、何年の靴下じゃないといけないですもんね。耐用年数とかもあるですもんね。シートベルト5年で終わっちゃうんだよ。やっぱ一番重要な部分ってことですかね。そうだね、うん、ヤシオアクトリーなんかオリジナルシートベルト仕入れてるから売れ残っちゃうと困るもん2年売れ残っちゃうと、残りがもう3年になるともう安売りするんだよ。もう耐用年数短いものをみんな買うわけ。短いものは買いたくないでしょ。はい、そうですね。ヤシオアクトリーはほら人気があるからすごいシートベルト売れるから100本ぐらい買うわけよ。ああ、もうまとめて。今年の1月に100本入ってきたけど、まだでも40本ぐらい残ってるかな。ああ、じゃあぜひあの皆さん概要欄にいつも通りヤシオのネットショップのサイト貼ってあるんで、シートベルト買ってください。シートベルト買って、シートベルトだとこの T シャツね、これいいよね。これめっちゃいいっす。プーニャだからね。プーニャっすね。そうですね、プーニャ。プーニャって言ってるけど偽物って意味じゃないからね、本物だよ確かにそういう風に聞こえますね
というわけで今日はですねレーシングシューズについてお話を聞きに来たんですけど、なんと借りれることが決定し、さらにグローブもですねいただいちゃいました。ちょっとじゃあこれありがたく使わせていただいて夏の K4GP に挑んでこようと思います。ゲイ、はい、1時間きっちり事故なく次の人にバトンを渡せるように、そう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 、はい、無理をせず走ってこようと思います。あくまでも完走するっていう、はい、というわけで今日は岡村さん時間取っていただいてありがとうございました。はい、この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ヤシオファクトリーの情報も概要欄に載ってるんでぜひチェック、下げないで、今僕も下げそうになったんだけど、載ってるんでぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録と高評価